はい。おはあ、こんばんにちは。レリーです。今回はですね、えー、軍団の紹介動画を撮ろうと思います。で、えー、チャレンジではないです。はい。で、え移籍したのって思われるかもしれないんですけど、移籍はしていないです。はい。ご安心ください。えー、変わらず、チャレンジさんの方に在籍させていただいております。はい。で、今回、 なえー、軍団を紹介することになるんですけどもどうしてかということなんですがツイッター、Twitter、ではですね既、えー、に紹介させていただいてるんですけども今回軍団、えー、対抗戦というイベントを実施することになりましたなんぞやということはちょっと後から説明させていただきますねで、えー、相手なんですけども領土戦で、えー、と前の前に当たったことがある日本の軍団で龍銀古将という名前の軍団さんですね でえー、なぜ今回このような企画,がされて、えー、企画が実施されたかという趣旨なんですけども、まあ、軍団内で模擬とかを、えー、みんなやっているんですけれども、えー、切磋琢磨していても慣れや、まあ、壁というものがあるので軍団戦同様にですね軍団の枠を超えて対戦することで、まあ、今後につながる何かを得られれば、まあ、お互い成長できればいいなということで今回この軍団対抗戦というものを 開催することになったということです。はい。で私はですね、えー、ちょっと理由が、ちょっとプライベートでバタバタしてしまっていて、参加しないんですよ。ですが、えー、こうやって YouTube にですね、動画を投稿できるので、まあ、私なりに相手の、えー、協力いただく軍団さんへの感謝の気持ちも込めて、今回の、えー 相手のの龍さんの、えー、軍団紹介動画を撮らせて、えー、いたただけることとなりました、はい、で私自身ですね、実際にこの龍銀さんの方に遊びに行ってるわけではないので、チャットや、まあ、行った時の雰囲気、たぶん、軍団さんそれぞれ独特の雰囲気あると思うんですけど、えー、その雰囲気っていうのは正直わからないです。 ですが、まあ、こんな軍団さんもあるんだよっていうことを少しでも多くの人に知っていただければ幸いです。はい。で、えっ、ー、と、事前にですね、えっ、ー、とそうそうそう、相手の副団長のジいさんに、えー、フレンド申請して、えっ、ー、と、承認いただいたんで、こうやってすぐ見れるんですけども、えー、何か行こうかな。じゃあ、まずは、まあ、順番にいきますかね。えっ、ー、と、軍団名。 なんですが、えっ、ー、と、先ほどから、えー、と何回か出てくるんですけど、龍銀古障と、えー、読むらしいです。軍団さんですね。で、私はちょっと聞き慣れない言葉だったんで、んなんだって思って調べたんですけど、これ、関係一級レベルの四文字字語でした。えー、私の,この頭の悪さから露骨に出るして知らないと。っ <laughs> ていうことでですね、読めねえっていう話になって、ちょっと単調を通して聞いてもらったんですけど、えっ、ー、と、竜銀古将。 意味としては、えー、と同じ類のものはお互いの気持ちや考えが通じ合うということの意味ということでですねいい名前ですねまあ意味を知れば、えー、納得っていう感じの、えー、軍団の名前だと思いますはいでえっ、ー、と軍団の特徴をですね軍団長さんとあと副団長の方に聞いたんですけども、えーとまあ、短く伝え,て伝えるとすればというのは、まあ、ガチすぎず で、まったりすぎず。で、エロすぎず、上を目指す軍団。ということでして、えー、年齢層的にはですね、40代、まあ、40前後の方が、えっ、ー、と、多いということですね。で、えっ、ー、と、軍団戦のですね、占領役の任命とか、えっ、ー、と、最低限の決め事っていうのは多分、どの軍団もあると思うんですけど、あとはですね、ま、戦術とかは、まあ、 各々おののが戦術を理解して、あとはそれぞれの判断に任せると、その上で勝利を目指すというスタイルということですので、まああの前、うちのこのチャレンジとかよりかはまだ厳しくないのかなと、ルール的には思いますね。で、えっと、入団条件は常識があれば、えっと、自由ということで、ただ、えっと、すみませんが、日本人のみということということ,いうこと,ということ、日本人のみということです。 で副団長いわく、まあ、副団長さんが言うには、まあ、団長さんの人柄が一番だということを言っておられました。でですね、えっと、あ、いいか。目は後から紹介しようと思いますので、えー、そうですね。とりあえず、こんな感じかな。紹介すると。と で、えっ、ー、と、団長は、えっ、ー、と、ゴトラさんという方なんですけども、後から、えっ、ー、と、紹介,さちゃんと紹介させていただきますので、えー、話を戻そうと思います。ということで、まあ、えっ、ー、と、龍銀古将さんという軍団があるよというご紹介でした。でまあ興味がある方は、ぜひ、えっ、ー、と、入団してみて、雰囲気を感じていただければと思います。はい。で、ここからは軍団対抗戦の内容なんですけども、えっ、ー、と、他の軍団さんとかも、チャットとか、 チャットチャットじゃないですね。えっ、ー、と、ツイッターとか、あのー、動画とかを見てるとやってるので、皆さん知ってると思うんですけども、まあ、同じようなルールです。で、えっ、ー、と、軍団対抗戦の内容、ルール、ちょっと説明しようと思います。えっ、ー、と、お互いの軍団からですね、今回、チャレンジとリュウキンコショウさんから、えっ、ー、と、5人ずつ選出します。はい。で、先方、地方、中堅、対、副賞対象にですね、はい、5人選出します。 で、ルールは1人2回戦います。2回です。で、えっ、ー、と、当たり前なんですけど、まあ、練習とかの事前模擬は禁止です。で、えっ、ー、と、ルール、えっ、ー、と、3つ目かなえっ、ー、と、1人2戦、ル事前模擬は禁止。で、3つ目が、えっ、ー、と、同一武将の使用は禁止。主、ま、君、あ、は被っちゃうんで、それ以外の武将の被りは禁止ですね。なんで、両門編成と芝帳編成とか。 という感じで、か、え、ぶ、っと、らないように8人使った、えー、8人使うことになります。これが3つ目。で4つ目が、相手側に援軍が入っていないときの攻撃は禁止です。で、えーと、万が一攻撃してしまっても、0枚でカウントされちゃうので、まあ、基本的に援軍が入っているときに戦うというスタイルですね。で、えー、と最後に、陣形の変更はありです。 一回目攻められて、途中で変えるのは OK です。はい。というのがルールです。で、まあ、当たり前、最後、これ重要っていうか、重要すぎるっていうか、当たり前すぎるんですけど、対戦相手にお礼を言うこと。これはもう常識なんですが、まあ、ありがとうございますということを言いましょうということですね。はい。で、えっ、ー、と、勝敗なんですが、ちょっとここの勝利数ではないです。1番手、2番手がかかって、で、まあ、3、4、5が負けてとかで、あの、 買った数の人が多いとかいう、まあ、そういう、買った数の人が多い方が勝ちとかいうことではなくて、軍団単位の総トータルの盾数、取った数ですね、で勝負することとい,ということになります。なので、えっ、ー、と、1人2戦戦うということは、まあ、さら地にすると、まあ、合計で6枚ですよね、盾の数が。で、これを5人なので、最高で30枚ということです。はい。 えー、そうですね。最後にメンバーだけ紹介しておこうかなと思います。うちのメンバーなんですが、えっ、ー、と、ちょっと、順番前後しちゃうんですけど、すいませんね、えーの。上からもう分かってる人からいきますね。えっ、ー、と、1人目、えっ、ー、と、ヨスケさんですね。はい。よすけさんが、えっ、ー、と、1人目。別にこれ、順番じゃないです。先に入てきます。これ、戦う順番じゃないです。 今、こう、たどっていく順番、あの上から見て、て近い人から順番に処刑していこうと思っていただけなんで。やすけさんが1人目。で、2人目がヨシさんですね。ヨシさんが、えっ、ー、と、2人目。で、えー、3人目。3人目が。はい。アーロンさんが3人目。 で,すね、で、すねでえっ、ー、と、4人目が、えっ、ー、と、ちょっと漢字読み方分からなかったの、ね、で、ちゃんと確認したいんですよ。団長経れです。宋、え、慶、ー、さんですね。が、えっ、ー、と、4人目。で、最後に、えっ、ー、と、ウソップさんですね。はい。で、うちは5人です。はい。 ええ、まあ事前に、また、順番で言うと、まあウソップさん、ヨスケさん、ヨシさん、宗慶さん、で、アーロンさんのうちは5人が出ることになります。で、えっと、相手側ですね、ユウギンさんの、えっと、はい。は、えっとですね、まず1人目が、 えっと、蛭子、えー、力さんっていう方が一人目です。で、二人目が、えー、っとですね、すみませんね。あ、はい。二人目が、えー、っと、パッド・オーサイさんが二人目。で、えー、っと、三番目が、 確か団長が出るということだったので、あ、いますね。はい。団長のコトラさん。という村しいです。コトラさんですね。が、えっと、3人目。で、4人目。が、雲リさん。で、えー、最後に、えっ、ー、と、副団長ですね。ちょっとお話しした感じ。とても、いい方でした。はい。 あの、フレンド申請こっち、私の方から勝手にしちゃったんですけど、承認していただき、ありがとうございます。えっと、ジージさんですね、が最後5人目のメンバーです。で、えー、今回なんですが、ちょっとプライベートでもちょっと忙しくなる時期のため、一戦一戦ですねこの、この方とこの方が当たって、結果がどうでした、こういう攻めをしていますっていう動画を撮るっていうところまではできないと、正直思います。 はいあの。平日にやるっていう話なので、ちょっとバタバタしてるっていう時期なので、ただですね、まあ、誰と誰が戦って、結果が、えっ、ー、と、どっちが勝ちましたという、まあ、結果だけでもですね、報告はしようと思っていますので、あの興味がある方は、楽しみにしておいて,いてください。で、はい。うん,うん。でですね、えー、っと、 ちゃんと顔でやるエースさんの画面を。で、えっ、ー、と、A さんさん、えっく、軍団対抗戦をですね、定期的に実施する予定ということです。で、もし希望される、まあ、軍団さんが、もしいたら、まあ、軍団長なり、私にでも連絡をいただければ、まあ、都合が合えばやっていこうと思います。はい、今回だけじゃなくてですね、で、龍銀さんとも、まあ、今後も継続して、定期的に戦って、まあ、お互い、こう、 相乗効果でこう強くなっていければなと思っています。で、チャレンジの方なんですが、今、えっ、ー、と、メンバー、今日時点ですね、48人ということで、ちょっと今日の軍団戦の相手がえげつく強いんですよね。んで、ちょっと、えー、勝てそうにはないんですが、まあ、頑張っていきます。で、とりあえず枠があと2枠、2枠、<laughs> 2枠開いています。で、こちらの方は、えっ、ー、と、継続して仲間の方を探しておりますので、えー、ぜひ、 うちのチャレンジという。う、えー、軍では、最後に、えっ、ー、と、あ、この動画が良ければ、グッドボタン、高評価ボタン、あと、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、えー、今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。